キカド子。コ。声優、キカドウコさんが死去、87歳サザエさんのタラちゃん役などパイプキカ同士。サザエさんのタラちゃん役などを演じてきた声優、キカドウコさんが87歳で死去した。フジテレビ系アニメ、サザエさんに登場するタラちゃんでおなじみのフグダ・タラオ役を演じている声優。 キカドーコさんが2月5日に死去したと富士テレビ広報が10日発表した。87歳だった。キカさんは1969年のサザエさん放送開始からタラオ役を演じ続けてきた一方、タラちゃん以外にもハクション大魔王のあくび、天才バカボンのはじめちゃんなど幼児幼女役を演じてきた。 キカさんの最後の出演は2月26日放送のサザエさんひな祭り1時間 SP となる。なお、公認は現在検討中とのこと。サザエ役の加藤みどり83はサザエさんの初回放送から50年以上ずっと一緒に家族として歩んできたキカちゃん。 記号キ,キカちゃんがいるうちは私も頑張らなきゃ記号と思っていたのでキカちゃんがいなくなって本当に寂しく悲しい気持ちです。心よりご冥福をお祈りいたしますとコメントしている。私のチャンネルを共有して購読するように。